金原亭、馬久氏は、落語協会に所属する、落語家。11代目金原亭和正門家の2つ目。妻は同じく落語家の春風亭と花。ネリーマック育ち。東京都立西高等学校卒業。その後、一度は、琉球大学へ進学するも浪人を経て、立教大学に入学。同大学現代心理学部、映像身体学科卒業。 卒業論文のタイトルは、落語から除く遊覚の世界。職業としての落語家を意識したのは、大学4年の時。就活サイトに登録した後にふと、池袋演芸場に立ち寄った時に、落語家になろうってと語っている。ジャズベーシストだった父の知人のピアニストを介して2010年11月、11代目、金原定馬制に入門。 翌年5月に前座となる。前座名は、駒松。2015年11月1日に、林家鶴子、入選定 UK、林家大木氷衛と共に2つ目に昇進。馬久氏と改名。2019年8月に、花鹿の仲間の柳屋家,家、L、柳屋花妃、三遊亭風だけ、入船達之助と富士登山に挑戦した。妻は同じく花鹿の春風亭ひと花。 二人で、掘切り勝負へに、デートで行った帰りに、俺の隣で咲き誇ってくれとプロポーズした。2019年11月23日に入籍。2020年5月24日に、神田明神で、挙式予定だったが、コロナ禍で、延期。2021年3月28日挙式。ありがとうございます。